ね、治療に当たっていきたいと思っております。でまずこの椅子なんですけども、よく見かけるキャンプ用の椅子を着てますし、またマッサージチェアとかも着てるんですけども、右下のレバーを引くことによって、椅子の方が、まあ、このような感じで倒れます。でこれはもう診療室でもやはり同じように、まあ、やってるのと一緒ですよね。であとは、こちらの方に1回、ここに踏むところもあるんですけども、こちらを踏むことによって、こちらの後ろなんかを見ると、これがちょっと音は小さくて申し訳ないんですけども、このような形で動きます。で、先ほどは、これを使いながら入れ歯の治療というお話をさせていただきましたけれども、先端を変えることによりまして、これ、こちらの中の歯の治療ですね。ということは、もし仮に、まあ、いろんなストレスがかかるのまたあるいは、それまで途中まで治療してたのに途中で終わってしまいました。そんな時に、急に痛みが出ること、多分皆さんあると思う、ご経験あると思います。でそういうところにも、このような機械を使いながら、皆様の中の治療できますので、これはすごく便利なことじゃないかと思っております。で、また、こちらの方の、まあ、機械もですね、機械下の方じゃないですけどね、数台ご用意させていただいておりますので、まあ、例えば一人が使っているから、もうどこでも使えないとか、そういうことは一切ありません。ですので、もし、インドスタイルで、ね、何か、ありましたら、ぜひ声かけていただきたいと思います。例えば、そういった災害の時にですね、まあ、口の中の、歯が痛くなってしまった、またあるいは入れ歯がなくなってしまった、それで食事が取れなくて健康を害することもいっぱいあると思います。まあ、そういうことのないように我々は、皆様の、健康な生活を、ご協力できればと思っておりますので、何かありましたらお伝えいただければと思っております。今日はすいません、ご清聴ありがとうございました。